今回は社会人の方向け勉強時間の生み出し方について話していきたいと思います。ただやっぱり社会人って忙しいですよね、そうですね、土日はね休みなんでしっかり取ることできるかもしれないんですけども、平日どうやって時間を生み出したらいいのか、まず一番おすすめで今一番全員やった方がいいなと思うのは朝の時間を活用する、これですね、多分1時間ぐらい早く起きて出社前にカフェで勉強するとかは全然できるんじゃないかなと思うんですよね、で実際僕もベイカレントコンサルティングって会社に行った時にですね、出社前に必ず最低30分、できれば1時間半ぐらい早く会社の近くのカフェに行ってそこで勉強するっていうのを決めてました。おお、なるほどなるほど、その時はもう IT の資格の勉強してたんですけど、IT 系の資格多分7個8個ぐらいそれで取りましたね、なんかエレピックレベル1とかマイクロソフトオフィススペシャリスト MOS っていうのの Excel と PowerPoint、 VBA のベーシック、 UML モデリング技能検定レベル1、もう編集マンが大変になると思いますよ打つの、はい、まあみたいな感じでいろいろ取ってたんですよ。で国家資格も取ったりしていて、それぐらいやっぱ朝ってインプットにすごい時間的にも向いてますし、あとやっぱ安定して時間取れるようになると思うんで、で夜はやっぱ難しいですね、仕事してるとやっぱ残業とかあったりとか、終わってでからこう頭を使う勉強ってなかなかできなかったりして、そうそうそう、もう疲れちゃってるんでね。そうですね、インプット系ならまだできるかなって思うんですけど、頭を使う系に関してはこの時間でやるようにしてました、1日の中で一番適した時間に適した勉強するっていうことも勉強効率上げる上で重要なので、そこもちょっと考えてもらえるといいかなと思います。でまだこれ一つ目のポイントでもう一つ付け加えたいことがありまして、一人でやるのが難しい場合は必ず仲間を見つけるとか、予定を入れるみたいなのもやってみてほしいです、よしこの動画見て朝早起きして頑張るぞって思ってもですね、3日間ぐらいはできると思うんですよ、意志の力で。ただ4日目5日目ぐらいからですね、できなくなってくると思うんですよね、だから僕はその新卒で入ったんで同期の人3人でグループを作って、朝の6時にこのカフェ集合みたいな感じで、6時集合だと3時間ぐらい勉強できるんですよ、で遅れたら罰ゲームがあるとか、そういうあと気象確認とかやってましたからね LINE で仲間を見つけてやっていけるといいんじゃないかなっていう感じですよね。で予定を入れるって言ったんですけど、それはオンライン英会話とかがいいかなと思います。僕も最近特に国連英検に向けて勉強してるんで、朝にオンライン英会話入れるようにしてて、入れないともう本当寝ちゃうんですよね、でもやっぱオンライン英会話に予定があるから起きなきゃみたいな感じで、やっぱ予定あると起きると思うんで予定を入れてもらえるといいんじゃないかなと思います。これで皆さん多分1時間から1時間半ぐらいは時間できたんじゃないでしょうか、ただ毎日3時間ぐらい勉強してほしいなと思ってるんで、まだまだちょっと時間作っていきます。2つ目が隙間時間を活用する、これですね、休み時間なんかもすごいおすすめで、一般企業に勤めてる方であればだいたい1時間休憩が取れるようになってると思うんですよね。1時間ずっとお昼ご飯なり、わかんないです、夜遅い人だったら夜ご飯食べたりとかする人ってあんまいないと思うんですよ。多分30分ぐらいでそういうのって済むと思うんで、残りの20分から30分に関しては勉強してもらいたいなと思いますね。そのためにはやっぱり上司とか、同僚の人に俺いついつにトイック受けるんだよ、俺いついつに英検受けるんだよみたいな感じで、だからこうランチ食べたらちょっと一人で勉強するわみたいな感じで、そういう風に周りに宣言しておくっていうのも大事になってくるかなと思います。隙間時間なんでそういうまとまった休み時間もあると思うんですけど、なんか本当にちょっとした隙間時間、なんか移動している時とか、なんかわかんない仕事でどっかにタクシー移動するとか、そういう時に5分でもいいんで何か勉強できるものを持ってないとできないんですよ。そうですね、なんでその机に向かって勉強できる時間帯にいかにその隙間時間にやる勉強の準備をしているか、これも大事になるんですよね。だから僕の場合 IT 系の勉強とかしてた時とかはコードとかコマンドとか覚えないといけないんですけど、そういう覚えないといけないコマンドとかを A4 用紙1枚ぐらいにまとめておいてそれを見るようにしたりとか、あと絶対に覚えなきゃいけないこととかはスマホのもう画面にスクリーンショット撮ってそれを待ち受けにしたりしてました。なるほどなるほど。そうするとスマホもやっぱ仕事で全然見ると思うんですけど、その5秒だけとかでも勉強になったりするんで、そういうのをしてもらえると結構ちりつもで30分ぐらい増えるんじゃないかなと思うんですよね。なるほど。これでだいたい2時間ぐらい取れるようになりましたかね。でさらに3つ目今度通勤している方限定になっちゃうと思うんですけど、自宅が近い人もいるかもしれないんで、移動時間がある人はもう電車の中では全部勉強してください、で勉強できない理由がやっぱりスマホいじっちゃうかなと思うので、なんでスマホに関してはもうカバンに入れる、これ大事です。で電車乗ったら何をするかって決めておいて、ただそんなこと言っても満員電車でっていう方はいると思うんで、満員電車対策は絶対した方がいいです。もうほうほう。僕がしてたのは各駅で乗るとかですね。空いてる方にってことですね。
ね。そうですね。あとはスペースがあまり取れなくてもできる勉強を考えておくっていうのも大事ですね、はいはい、そうですね。なんで、まあ、これも英語で言うと覚えられてない英単語をまとめた紙だったりとか、あとは耳学できるもの、いろんな教材音声ついてるん で、うん、でそれ使って立ってるだけでもできるような勉強って全然あると思うん で最悪もう本当に座れなきゃダメだみたいな人はもう空いてる電車に乗れるところに引っ越してくださいもうこれ最終手段ですね、うん、最終手段、うん、まあでもこれで長い人だと本当に1時間ぐらい、うんうん、通勤短い人でも30分ぐらいはまた時間追加されると思うんで、トータルで朝仮に1時間だとして、うん、隙間時間30分、移動時間30分、これもう本当に少なく見積もっても2時間は確保できると思うんですよ、うん、でここからですね、まだまだ増やせますよ次がお風呂です。はいはいはい、僕は風呂の上で毎日勉強してます。風呂の上じゃない、浮いてるんですか。お風呂の蓋の上で毎日勉強してます。蓋の上、へお風呂の蓋あると思うんですけど、はい、ちゃんとね乾燥させた状態でお風呂入れて、濡れてない状態の、まあ、机みたいな感じにして、はいはいはい、ああ意味が分かりました。そういうことね風呂に使ってて蓋の上に乗っける机のようなためにってことですね。いやそうなんです、蓋の上に座ってんだと思ってました。ちゃちゃちゃ何やってんだろうと思ったじゃあもう入りながら勉強するってことですね。なるほど、なるほど、そういうことね、はいはいはい、まあ、慣れれば本当濡らせないでできるようになるんで、温まりながら英単語帳見たりとか、はい、なんならあの過去問の復習とかしたりしますからね、はいはいはい、そこで、これが、まあ、長風呂の人だったら多分20分とか絶対取れるし、まあ、僕10分ぐらいなんですけど、でも10分はこれでもう確実に取れるんで、はいはいはい、これやんない手ないです。絶対やってほしいです。で、あと結構こまごましたところなんですけど、トイレ、洗面所、これ5番と6番なんですけど、うん、まあ、まとめていっちゃうと、覚えられてない難しい言葉とか、うん、覚えたいこととかをまとめた紙をトイレとか洗面所に貼る。はいはい、これで終わりです、うん、で一度こういう風に貼っちゃえばずっと確認できるようになるのと、トイレとかも分かんないですけど1日5分ぐらいはまあいるんじゃないですかね、うん、少なくとも、うん、トイレに入るたびにスマホいじるんじゃなくて、ちゃんとそこに書いてある紙に書かれてることを覚え直すみたいなことを意識してやってもらえると、これで5分とか浮く。しかも1日5分とかって結構舐めてる人本当に多くて、ただ5分増えたら1週間で見たら35分増えるわけじゃないですか、あの1ヶ月で見たら150分ぐらい時間も増えたりするんで、これも本当やってほしいです。なるほど。で洗面所ですね、それは歯磨きしながら勉強できたり、するのと、あと1日髪、ね、セットしてる人とかだったら髪セットする時間とか合わせると10分ぐらい生み出せるかもしれないですし、あの鏡にはですね絶対そういう風に何か覚えないといけないことを貼っておく、これは特にテレワークをしてる人はやった方がいいですね。おお、なるほど。もう家で過ごす時間長くなると思うので、さっきのちょっと少なく見積もってましたけど、テレワークしてる人だったらもっと時間増えるかもしれないんで、やんない手はないですね。なるほど。で、7番目にお勧めしたいことがスクリーンタイム機能を活用するですね。はいはいはい、あのまあ iPhone の方だったらなんですけど、まあ Android も似たような機能があるって聞いたことあるので、どこに無駄な時間を使っているのかを炙り出すところから始めないといけない人のパターンのお話です。これはみんな時間はあるんですよ。でもなんか違うことをスマホでしちゃってる人がすごく多いと思うんですよ、はいはい、そうですね。じゃあ何してんのかっていうのをまず炙り出さないと削ることができないと思うので、くだらないスマホゲームとかに時間使っちゃうのはちょっと人生もったいないんじゃないかなって僕は思っているので、もうそういうのがあったら勉強してる期間だけでもいいんで一回削除するとかですね、はい、してもらえるといいんじゃないかなと、うん、そんな感じですね。このチャンネル以外の登録は解除するとかそうですね、それすごくいいと思いますよ、はい、まあ、他のチャンネルでもね、英語系のチャンネルとかでやってること全てやっていきますんで、もう英語に関しては武田塾イングリッシュチャンネルだけ見てればいいんですよっていう感じのことですねそういうことですね、はい、最後が仕事が終わった後、まあ、8番目、仕事が終わった後家以外で勉強する場所を確保する、はいはいはい、これですね。僕たちって10時とかにいつも仕事終わるような、はい、ちょっと変わったスケジュールで生きてる人たちなんで、そういう人は難しいかもしれないんですけど、うん、5時とか6時ぐらいに、まあ、一応定時は終わるよっていう人に関しては、うん、そこから家に帰るんじゃなくてカフェとか有料自習室に直行で行くみたいなことを習慣化できるとすごくいいんじゃないかなと思います、うん、やっぱり家に帰っちゃうとだらけちゃいますね。そうですね、まあ、できる人もいると思うんですけど、できる人多分この動画見てないと思うんで、うん、家って基本的にはくつろぎの場みたいな感じで脳が認識してると思うんで、帰ったらリラックスモード入っちゃうんで、その仕事モードのまま勉強できるように、まあ、勉強できる場所をちょっと探してもらえるといいんじゃないかという感じですね。会社のオフィスのなんか一角とか会社内にカフェスペースとかある会社もあると思うんで、そういうとこ使っていいよみたいな会社だったらそこでもいいかもしれないですし、自分に合ったものを見つけてもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ、そこでもやっぱり1時間から2時間ぐらい勉強時間取れると思うので、ちょっといろいろ言ってきたんでトータル何時間になったか分かんないんですけど、でもそうするとやっぱり3時間とかは無駄をあぶり出して省いてやっていけばなんとか捻出できるんじゃないかなと思うので、やってみてもらえたら嬉しいです。最後に
おすすめの本で、あの神時間術というあの精神科医のカパサワ先生ですか、はいはい、が書いてるちょっと時間の生み出し方みたいな本があるので、うん、この話を聞いてもまだダメなんだみたいな人がいたらですね、ちょっとこの本も読んでみてもらえるといいかなと思います。このチャンネルでは英語学習に役立つ情報を日々更新しています。 TOEIC 英検英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方はぜひぜひコメント欄に書いてください。 Leave comments below.